実況は西岡明彦、解説には日本代表としても活躍した福西崇史さんもお迎えしています。これは見る価値のある試合になりそうですね。チームは開幕戦で勝利を収めたこともあり、かなり調子を上げてきているようですね。この勢いのまま今日も勝利を狙っているんでしょう。ここで連勝できれば今シーズンはかなりいいところまでいけるんじゃないでしょうか。サイドに展開します。ドリブルでボールを持ち出しています。ここはディフェンスが対応します。スローインになりました。ワイナルドゥム、さあリードできるか。先制ゴール、早い時間に得点を挙げました。ゲームは立ち上がりからの8分、先制点が生まれました。ボールを裏へ上げてきました。ボールを持って上がります。相手に当たりコーナーキックが与えられます。コーナーからエリア内へ、クリアしきれません。ゴールを狙う、入ったかと思いましたがディフェンスがブロック。主審がゲームを止めます。オフサイドです。このボールは外に出てスローインでの再開となります。鮮やかなインターセプト、コースを予測していたんでしょうか。ロング、いい連携です。あっと、すぐにボールを取られました。味方を走らせます。相手ボールになりました。ボールを失います。いいところへ出した。折り返せるか。いい組み立てだったんですがボールを奪われましたね。スペースに見事なスルーパス、あと一歩攻め手をかきました。エンドラインの外に出しました。コーナーキックを蹴った。クリアが小さい。オフサイドの判定でプレーが止まります。ボールをサイドへ振りました。チャンスになりそうでしたが攻撃は阻止され、ボールは相手に渡りました。相手に渡ります。走り込んだ味方に合わせました。キーパーが飛びついた。いい反応でしたね。コーナーキックになりました。中を狙うか。このコーナーキックはキーパーが弾き返す。このシュートは精度を欠きます。ゴールを脅かすには至りません。積極的に攻める姿勢は評価しましょう。このパスは読んでいました。カットされます。ディフェンダーが読んでいました。カウンターのチャンス、ここは決めたい。
このカウンターは要注意です。ボールはサイドの選手へ、ファール覚悟で止めざるを得ませんでした。素早いリスタート、ロング、鮮やかにパスを回しました。見事にパスを回しましたが、最後は相手にカットされました。フリーキックのようですね。レフェリーがファールを取りました。ボールを奪われます。これは見事に奪いました。ワイナルドゥム、ボールはサイドの選手へ、チャンスを狙っています。視線が中にいった。さあ出すか、ディフェンダーがここで食い止める。これはスローインになります。サイドから切り込んできた。ワイナルドゥム、シュートのコースを読んでいましたね。このパスは通らない。ラーン、サイドのスペースが広く空いています。クロスのチャンス、ワイナルドゥム、チャンスにできるか。ディフェンスが冷静に対応。真ん中にクロスを上げた。前半終了です。スコアは1対0、リードは1点です。早々に入れた得点が大きかったですね。そうですね、ゴールのおかげで選手たちの硬さもほぐれたようでした。プレーにも余裕を感じます。後半戦が始まります。おっと、裏へ出した。チャンスにはなりませんでした。レフェリーがコーナーを指します。相手に当たっていますね。このコーナーは誰に蹴るか。ここはクリアされました。ドリブルで持ち込んでいます。深くえぐって折り返す形のクロス、ここはディフェンスが対応します。アドバンテージを取りました。サイドにスペースが空いています。ワイナルドゥム、ファーポストへ入れてきた。このクロスはやすやすとカットされました。ボールパーソンからボールが渡されて、ゴールキックからのリスタートとなります。
相手ボールになります。ワイナルドゥム、絶好のチャンス、入ったかと思いましたがよく止めましたが、ここはプレーを切りたい。ゴール、相手にプレスをかけ続け奪ってから見事に得点しました。素晴らしいプレーです。キーパーにとってはアンラッキーでしたね。ファインセーブを披露したものの相手の前にボールを弾いてしまいました。これは悔しいでしょう。インターセプトされました。素晴らしいボールです。チップシュートで決めた。低いですね。ここでチップシュートを使ってくるとは。ルーニー、ディフェンスに奪われません。仕掛けてくるのか。ここは打てるか。インターセプトでチームを救いました。絶好のチャンスを逃してしまいました。あんな近くから外すのは残念ですね。監督も悔しがっているところでしょう。仕掛けてきました。チャンスになりそうです。ボールを失った。ラーン、見事なロブパス。決定機にもなりかねないパスはディフェンダーにカットされました。見事な視野です。信じられません。止めた。エリア内へ向かうか。いいボールを入れてきましたがここはクリア。ファーポストにクロスが上がった。ボールをクリアしました。コーナーです。コーナーキックが入ります。このボールはクリア。ファールの判定です。フリーキックですね。スローインです。いいところに出た。すぐ攻撃に切り替えたい。通ればチャンスというスルーパスでしたがゴールキーパーに阻止されました。実力拮抗のカードと思われていましたがここまではワンサイドゲームになっていますね。ほんの少しのところで違いが出てしまっている感じですね。このヘディングは枠の外へ。ちょっと当たりが悪かったかもしれません。ペースに見事なスルーパス。これはチャンスです。ゴール。得点差を少し縮めることができました。そうですね、まだまだ点差がありますがこのゴールで流れを変えられるかもしれませんよ。これはキーパーに渡るでしょう。ボールはミドルサードからアタッキングサードへ。このカットは大きい。しっかりと奪いました。裏も見えていたのか。スルーパスを出した。ここは勝負どころ。シュートコースにディフェンスの選手が詰めていました。さらにもう一度コーナーからのリスタートです。
ボールが中央へ向かう。ゴールゴール、フィニッシュは目の覚めるようなボレーで決めてきました。なんというテクニック。試合も終盤に差し掛かっています。逆転は厳しいかもしれません。素晴らしいボールです。打つしかない。このゴールでハットトリック達成です。大量リードを許した状態で再びキックオフです。サイドへパスを出します。ここは体を張ってボールをキープ、奪われません。ワイナルドにマーカーをかわします。激しく競り合います。ここは自分で取り返しました。スローインです。サポーターから厳しい声が上がっています。今日はチーム本来のプレーができていませんからね。ポゼッション率にも差がついているようです。ボールを失います。さあカウンターで一気に行きたい。ゴールに向かっています。このカウンターは得点になりません。ボールを失いました。見事なタックルです。サイドにスペースがあります。ここでホイッスル。アウェーチームの見事な勝利です。
sometimes I think about you.